チャールズ・カニンガム・ボイコットは英国の土地差配人アイルランドで自身が管理していた土地で、法外長くの借地量をその小作のに化したために村八部にされたことがボイコットの語源となった。1880年3つの F を求める運動の一環として、特に土地からの立ち退き計画に対抗するため、アイルランド国民土地同盟の地元活動からが、 ボイコットの地域社会からの孤立を目的とし、エルネ教の土地で作物を収穫するために必要な季節労働者を含むボイコットの従業員に労働を拒否するように促した。ボイコットの父ウィリアム・ボイコットが牧師であり、チャールズが埋葬されているノーフォークのバーフ・セント・ピーターにあるセント・メアリー教会アキル島のチャールズのかつての家。家はボイコットの時代から近代化され、 改装されている、キャプテンチャールズ・ボイコット、ザ・キープ・ミルタリー・ミュージアム、2010年7月4日、閲覧。ありがとうございます。